こんばんは。はじめましての方も。あ、どうも、はじめまして。あと一人ない？中あ村さんだ。と一人、中村さんと、まだ吉田いさんもなですよ。吉田さんも。どうも、こんばんは。こん聞こばんえてますでしは。ょうか？伊助どうも。さん、会いイたスケかっ君のたなんでか様す。子がおかしいの、なんかイスケ君の。蝶皆さん、ネこクんばんタイ。は。どうも、よろしくお願ちょっいとどしまないす。やよろしくおねん、願いそしれ、ほんまます。に。木お村願さいんします。何どないやも、ねん。めちゃくちゃ会いたかったです、私。こんばんは。こんあ、ばんは。一人ずつ、ちょっとだけ、マイクテスト、マイクテストって言ってもらっていいですか？ちょっとマイクの音量をちょっと見ますんで。マイクテスト、マイクテスト、あ、マイクバッテチリスでしト。た。バッチリです。一回。マイクテスト、マイあ、クテ OK でスす。同じト。ぐらいでした。同じぐらいです。マイクテスト、マイクテスト。おお、あ、同じです。大丈夫ですわ。上野さんも念のため に。マイクテスト、マイクテスト。あはは。すごい。なんか、ズームって自動的に調節されるのか、なんかそう同じか。ですわ。やっぱり性格が神谷軍と武田軍と違うなって思ってたりするんですけど、細かいですよね。僕、あれだ。サイさん質問、も。すいません。なんか、上野さんに質今。問提出しないといけないのに。そう、ちょっと直前に出しますからみたいな。直前すぎるでしょ。すいません。どんだけ警ちょっ戒しと、てるんですか？あれ、警戒ではないんですけれどもね。正解ではないけど、準備させる時間を搾取なんですよね。そうです、そうです。伊助さんは、なんか私本は合わないっていう話でしたけど、私は好きですよ、伊助さんの当ですこか？すいません。僕はちょっと割と、なんていうか、もうかなり感覚的なものですけど、多分苦手な人かなって勝手に なるほレッテルど。貼りをしてるだけなんで まあいちょっとや、今日お話ししてどうかなっていうことも考えたいなわとかいりまうしぐらいた。でしょうかまあ、ただ私は今日はあまりね。話す立場ではないというところで、でも大事な役割なんでお願いしますそうでよ。す。お願いします。私、田原総一郎並みにこう回しますから。そうですなるね。ほど。遅いな、吉田さんと中中村さんで村すさね。ん。ああ、そうよ。二人いないんだ。ああ、吉田さんと中村さんそう。ね。和也僕さ一ん人では、もう、僕一人でいいですよ。大丈夫。俺一人で全員倒すぞ、みたいな。別 に、意気込み別に十そこ分はですね。倒すとか倒せへんとか、そういう問題じゃないでそうしそうょそうそう。う。もともとそんなん、勝ち負けそじういうゃことないっです。てね。それは選挙で肩をつけましょう。選挙で。和也さんは木村さんお久しぶりですなんじゃないですか。そうでもね、1ヶ月ぶりぐらいか。でもね。動画飛ばしまったとき、無理ですね。ですね。ね、なんか、えらい反響があってよかったですね。見ましたよ。よかった。あれ結構反響あったんですね、あれね。回りましたね。和也さんの動画、かなり、今でもコメントもまだついてますし。すいません。ちょっと質問させてもらいたいんですけど、上野さんに。時間をですね、今10時ですけど、何時までっていうのをちょっと知らないもんですから、そこを知りたかったんですけど、どうでしょうか。今決めましょうか。やっぱ終わりを決めないとね、エンドそうレスですでね。話しても、そうなんですよ。長どうしくましょうか。て1時間半がいいのかな。わかり5ました。分、そのぐらいかなと思っていました。じゃあ、11時半にしましょうか。よ皆さん、し。よろしいですか？そうですね、時間に関しては、ちょっとすいませんでした。僕が21日土曜日っていう日付間違いでした、本当に。すごい間違いしてますよね、すごい間俺。違いでびっくりしで、誰て。もチェックしてないもんだから 僕もチェックしてなくて すいませんでした、すい本ま当せん。に。違うんですよ。21日って書いてあって、そうなんで、です、バナーにね。そう、なんだけど、タイさんとのやりとりでは、土曜日ですねっていうのを私がスルーしてたっていう。いやー、なんか、僕がでも最初に普通21土曜って書いてましたからね。あ吉れ田と思って。さん、こんにちは。こんにちは。さあです。さあ、中村ここさでん流の。すんですか、これ。流しますよ。でも今、ライブじゃないから大丈夫ですよ。収録型です。どこのチャンネルで流す少なくとも私あは流ったしか。ますし。僕先にダイジェスト版を出すと思います。めちゃ短くしたやつを。その次、後日に多分上野さん次の日あたりにはバンド出すと思います。僕はもう翌日に早めに出しますんで、ダイジェストだけを。それでもいいですか？ めっちゃカットします。見どころだけを見せるみたいな感じのダイジェストで。あれ、一人おかしい人が入ってきてます。
もう元遠いなのに出た、オレンジ色の T シャツで途中で脱いで捨てるんでしょ、うん、あれちょっと何、今日ドレスコートあった？いやいやいや、もうあの参政党のコスプレをしてきたぐらいの気持ちです。おコスプレイヤーとしてやってきました。言っといてくれたらあって僕全部もう手放したんよ。いやそうですよ。はい、ということで終わりの時間が先ほど決まりました。11時半終わります。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、はいはい、では始めさせていただきます。全国10万人だか8000人だかの参政党ファンの皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、完全中立の MC、学カフェチャンネルの上野が司会進行させていただきます。首をかしげてる人たちもいらっしゃいますが、まず最初、自己紹介していただきましょうかね。私と同じ言い出しっぺの、まず蔡さんから、蔡正元さんからどうぞ。はい、自己紹介っていうのは意気込みを語るところなんですか？意気込みも自己紹介、意気込みですか？意気込みはもう、まあ、無慈悲に行こうかなと思ってます。非感情的にね、今日は、はい。はい。意気込みは十分です。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。続きまして、じゃあ、武田軍側から中村さん、お願いします。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。一応武田軍という括りで、まあ理念軍というところがまあ合ってるのかなと思います。はい、今日の意気込みはとにかくその何を支持されてるのかっていうところをまあ聞いてみたくて、まあ、その勝ちとか負けとかまあね、まあそれはまあ視聴者さんがまた考えてくれればいいかなっていうようなところで、はい、そんな風にこう、うん、まあ、ちょっと、まあ、話を聞きたいなというところでおりますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、ゆすけさん、名前は iPhone のままでいいんですか？ねえ、まあ、いいでしょう。ちょっと設定が、ね、気にせず管理者が変えれると思うんですけど、はい、あ、俺がね、OKOK、管理者が変えてあげる方が iPhone だと変えにくい。実はね、中村さん、私、下の名前知らないんですよ。まあ、上だけでも。上、あと、編集がめんどくさいでしょ。わかりました。あ、そんなかも。おお、簡単にできるんですね、うんうん。ありがとうございます。はい、伊助さん、お願いします。はい、こんばんは。皆さんもこんばんは。加瀬伊助と申します。加瀬伊助は偽名です。で、一応、年齢不詳で、住所も不定ということで、加瀬伊助をよろしくお願いします。今日の意気込みとしてはですね、基本無口で、行こうかなと。なんかこうごちゃごちゃしたところで話すのって慣れてないんで、あんまり声を発しないようにして、皆さんの邪魔をしないようにして、大事なとこだけチクッという感じでやりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではカズヤさん、お願いします。あ、こう吉田さんが先じゃない？あ、じゃあ吉田さんが先で。そうかそうか、吉田さんからね。ミスター X ですもんね。はい、失礼しました。さっき顔出しちゃってるからあれです。はい、東島で設計事務所を経営しております吉田と申します。参政党には参院選後運営党員になりまして、鹿児島の支部で営業企画部長で第一支部の副支部長で、その後、さっきの4月の統一地方選挙で、公認候補として、県議選、鹿児島市区、鹿児島市、鹿児島郡区で立候補させていただきました。その後、県連の選対部長をやりましたけども、まあ、今回の4連者のごたごたと、まあ、その前からの自分が支部の中で感じていた違和感含めて、ちょっと今の状況だと参政党では活動が個人的にはできないなということで、今参政党にこだわらず別の形で、活動を行っております。ではよろしくお願いします。はい、はい、では木村さん、お願いいたします。はい、こんばんは。こんばんは。大阪で第17支部で党員やってます。で、YouTube で一回死んだことも言いたい放題チャンネルを運営してます。木村です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。今日の意気込みは大調和でいきたいと思います。お願いします。はい。では、和也さん、
お願いします。ありがとうございます。大阪で中小企業2件、まあ、役員に入ってます。はい。まあ、参政党は、衆議院選挙の前から、はい、参加させていただいて、まあ、ごたごたっていうか、まあ、こうなるだろうなとは、薄々感じてて、結局そういうことだったので、みたいな感じで、はい。今は、吉田さんと同じで、まあ、ちょっと、自分の、趣旨とは全然違ってるな、ということに気づかせていただいて、まあ、ちょっと、はい。別に、自分の道を政治は諦めずに頑張っていこうと、今、努力しているところです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。事前に各軍への質問事項というのを提出ということだったんですけど、サイさんから動画始まってから提出がありまして、まあ、どっちから行きましょうかね。先に行きたいっていう希望がある方いらっしゃったら、ちなみにサイさんどっちがいいですか？先攻後攻。ミュートです、サイさん。すみません。上野さん側って言ったらダメなんですよね。ダメダメダメ。私中立だから。これ、やっぱり武田軍っていうのが分かりやすいね。それとも反神谷軍っていう、反神谷派っていうのが分かりやすいの、一言で言ったら。本当は中村さんが言う通りじゃんって、俺が答えちゃダメだ。中村さん、どっこちれ、が正しいなですんか？て表現した方がいいですか？そっち側って言えばいいの？いえ、一言で分かりやすく。まあ、元支持者と現支持者が一番いいいいでですすね。ね。分かりました。それいいですね。じゃあ、元支持者の方のその質問が、すぐコンパクトだったんで、そっちからお願いしたいです。はい、かしこまりました。では、中村さんが代表してちょっと質問してもらいましょうか。一つね。はい。メモってないんですけど、メールをさっやきる自己紹介の時に言ってたのが一個あります。わかりました。それでは、元支持者代表として、今、現支持者の、正源さん、伊助さん、木村さんに、質問です。今の現参政党の何を支持されて、支持されているのか教えてください。よろしくお願いします。はい。では、現支持者の方、どうぞ。そうですね。何を支持されてるか。今のところですね、神谷さんのその統率の取り方、いいんじゃないかなってすごく推してますね。で、結果的に今、4レンジャーというか、まあ、3レンジャーがいなくなった形も、これも、今となっては良かったなと思いますね。というのも、3人は、なんかインフルエンサー感もあるし、なんか別に議員というか、なんというか、自分たちでどんどん発信して広報活動できる方じゃないですか。で、なんか、そのポジションの方が議員につくというのは、なんかね、僕にはちょっと違和感があって、むしろやっぱり県議とか市議とかから発信されてる方がどんどん活躍していく方が、なんか現実的、家業になっちゃうと思うんですよ。有名の人がやっちゃうと。この人連続で受かっちゃうと思うんですよ。なんかそういう意味でも、家業にならないので、有名な人よりもなんかローカルな人がどんどんやっていくっていうのがいい形かなと思います。以上です。他に補足などある人がいましたら受け付けます。僕も、では単純になぜ今の参政党を支持するかという答えを返したいと思うんですけど、まあ、僕自身がですね、神谷さんのプロフィールとかを、まあ、聞いたときに、自分自身とすごく考え方が近いなっていう思いをしまして、で、僕も法学部出身でですね、で、大体その社会に携わる、そのなんというか考え方のベースとかっていうのが神谷さんに非常に近いという思いがそもそもあるので、神谷さんの考え方にすごくまあ、非常に親和があるというところがあって、参政党をなぜ支持するかというの一番はやっぱり真剣に活動されている党員さんの気持ちっていうのがすごい自分の中でこう心地よく伝わってくるので、それに、まあ共鳴しているという考え方がまあ一番かなと。神谷さんの考え方があって、それに共鳴している人たちの思いっていうのがすごく魅力的なので、自分もそれに力になれるんであればなりたいという、そういう考え方ですね。はい。はい。木村さんもぜひ。お願いします。ですね、まずは、先ほど伊助さんもおっしゃいましたけど、コミュニティのあり方
に関して、まあ、今まで参政党できる前までは政治って誰が、ね、遠いところの人がやるものだみたいな雰囲気ってあって、みんなそう思ってたところだったと思うんですけど、それを、まあ、政治革命を起こしてくれたのが、まあ、参政党ではないのかということで、で僕なんかその政治の、その支持者になったこともないですけど、初めて自分たちがやらないといけないんだっていうことをはっきりと教えてくれたのが、多分日本で初めての政党なんじゃないかなと、思います。もちろん、ほんで、保守でも、まあ、もちろん保守でもなくて、本当のその、なんていうか、まあ、左翼でもなくてですね、日本にとって本当に必要なことを伝えてくれているのが、参政党であるということですね。だから、参政党以外に何か積極的に投票したいなって党が今までないので、これからもまだ出てこないで、もし出てきたらまあ変わるかもしれないですけど、今のところはもう他に党入れようなかって言っても、もう参政党以外考えれないっていうところですね。ほんで、神谷軍とかって言うんですけども、神谷さんを信奉しているとか、そういうところではなくて、やっぱり自分が頭で考えて、自分が一番、なんていうか、参政党じゃないといけないっていうか、まあ、コミュニティも含めてですけども、そういう、ありがたに対して僕は素晴らしいんじゃないかなと思って、支持しております。ありがとうございます。いかがですかね。ツッコミどころ満載なのかどうなそうでのすか。ね。突っ込んでください。では、反撃の時間を許しますので、どうぞ。反支持者から今のどなたでもいいですし、全体的なものでもいいですし、反論をどうぞ。皆さんの、温かい意見は、すごく理解できます。本当に、正源さんが、今の、元ゴレンジャーが抜けた体制だったりとか、それをよしと思うと。で、伊助さん、神谷さんにこうシンパシーを感じてると。で、木村さんは、何でしたっけ、誰を支持するじゃなくて、党員さんが党員さん、伊助さんか。まあ、ですね、よく理解できます。僕も同じ気持ちだったんで。で、で、その、何を言えばいいのかな。まあ、表で言われてることっていうのは僕はもうすごくいいと思うし、ただその表面の評価、地方の議員さんが増えてますねとか、そういう表面で見える部分はものすごくよく見える気がするんですけど、まあいろんな今回の騒動の後ろ側だったりとか、まあ近い話題で言うと、どこでしたっけ、シンガポールかの話だったりとか、そこら辺はそこら辺どう受け止めてらっしゃるのかなっていうところはすごく感じます。ちょっと待ってくださいね。最後のそのシンガポールの件は質問の時にしましょうか。ああ、ですね、後からですかね。後からね、今のを聞いての、まあ、感想って感じですかね、中感村想でさすね。ん。じゃあ、吉田さん、もうちょっと反論寄りでお願いや、いできる。というか、そもそも自分はまだ党員で、別に反支持派ではないわけですよ。ですから、まあまあ、今のお話共感できるところもあるので、まあ、その上で自分の思いがちょっと違うところという意味では、まあ、自分はその神谷さんにシンパシーを感じたわけじゃなく、参政党の理念とか、まあ、その周りの本当に参院選で全国で戦った皆さんの思いに共感して、自分も動かなきゃと思って参加したっていうのがきっかけだったのと、あと参政党しかないとは思っていなくって、まあ、というのが、まあ、正直国政はもうしょうがないんですけど、やっぱり地方で、特にまあ私は鹿児島なんで、鹿児島をどう変えていこうと考えたときに、まあ政党を超えてやっぱり活動していかないと何も変えられないと思っているので、政策なんですよ。自分が参政党の一番好きなところは。なんでこの政政策策。をどう実現していくかという意味で、別に参政党にはこだわらないというか、場合によっては自民、立憲の人に協力をもらわないといけないし、やっぱりね、話してみるとみんな知らないだけとか、
意外と思いは共通っていうのも多いので、まあ、そこを巻き込んでいきたいという意味で、あんまりこう参政党じゃないとダメなんですと叫んではいなかったというところが、まあ、ちょっと違うところかなという感想です。和也さん、いきましょうか。そうですね。まあ、僕自身別にその参政と叩きたいわけじゃないので、どうなんか、まあ、ちょっとこの、今回、まあ、参政党サイドの、まあ、今も頑張ってるとされてる中で、支部長経験者おられるんですか？僕、第4支部の支部長やってたんですけど、吉田さんも、まあ、支部長クラスはやってるんですかね？副支来部て長ないでの？来てなす。支部い長、んでしょうね。支部長です。はい。副支部長、あ、まあ、副支部長でも、まあ、センターまでやってたら、大体、裏のことはみんな知ってて、はっきり言ってこんな表に出せることって、僕ら知ってしまってるから言えないことの方が多いっていうのが、まあ、過去の自民党さんや他のと、結局一緒だなっていうのは、もう、はっきり感じて辞めてるわけで、まあ、一回、本当にね、信じるんであれば、皆さん支部長やってください。で、続けれるかどうかは、その時言ってほしいんですよね。全国の支部長で、やっぱり、それなりにね、頑張ってた人も辞めてるわけで、その現実を無視して、っていうのは、まあ、考えてほしいんですよね。やっぱりね、人間って口でいいことは言えるけど、やってることとやってない。やってることと言ってることが合わないっていうのは、やっぱり僕も嫌だし、人間として。そこだけです。はい。まあ、愚痴が出るというかそこだけだし、だから何があったっていうことは僕は言う気もないし、正直。はい。ということです。はい、伊助さんから手が上がっております。すみません、ちょっと今の言葉に対して、ちょっと質問したいことというか、思ったことというかですね、支部長を経験するっていうのは、ちょっと私も党員でもないしですね、それは難しいかなと思うんで、それはちょっと無理だとは思うんですけど、そうではなしにですね、今の話からすると、その参政党の表面的なところを、それはもちろんいいこと言うわけだから、表面的なところを、信じるのはいいけど、実際、裏の部分を知ってる目からすれば、なかなかそんな簡単なものじゃないよっていう、そういうおっしゃり方だと思っていてですね。で、そこに対して自分の考えっていうのがちょっと明確にあるんですけど、例えばですね、その裏で起こっていることは何ですかって聞いても、それは答えれないとしか言えないと思うんですけど、これは自分の考えとしてですね、もし、その裏で起きていることで、私にとって、それは法律に触れるような、そういう危険なことというか、いわゆる違法行為があるとすれば、多分僕はもうそれで信じるってことができなくなってしまうと思うんですよ。ここはもう自分の中で明確に線引きがあってですね、その違法性が明らかになる、その違法性の中でも、小さな違法だと、まだ、その、なんていうか、完全な脱法行為に近いような大きな違法があるって、いう情報が明確に出たときに、僕は多分支持できなくなるのかなと思ったんですね。なので、今現時点で、私自身はその大きな違法性っていうのを、目撃していないというところから、まだ信じることはできるんではないかという考え方を一応持っています。ですので、そこが今はっきり、ない以上はですね、それは分からないわけですから、情報が出ないわけですから、何が悪いことがあると。で、その悪さもわからないという状態の中で、その、なんていうか、疑心暗鬼だけをもとに、それを疑っていくというのも逆にできないのかなと思っているので、自分にとっては、その違法性の大きさで判断しているというところを、ちょっと一つ、皆さんにちょっと提示したいかなと思ったので、ちょっとその答えという形で、ちょっと発言させていただきました。それも踏まえて、考えていただければと思います。和也さん、今手を振ってましたね。今の違法性、あくまでグレーです。グレー。自民党さんもやってるよね。佐藤もやってるので、別にグレーだからいいんじゃないのって僕も思ってます。だから、今現在、何ですか、要は、神谷さんについてこれない方は、やめてくださいっていうことと、今もう、民主的なことはもう、そんなん、最初から違うよと、はっきり神谷さんも言われてるので、今はもう別に、その通りで別に嘘もついてないふうに少しずつ改めていただいてるっていうのは感じてます。でも僕らが入った時はそうではなかったのは確かなので、ね、それは事実ですよね。はい。表に出てても事実なので、それはそれでいいと思いますよ。はい。だから今、
どうのこうのっていうことも、そのはっきり言って、今、自民党の裏金問題あるじゃないですか。そうですね。ね、ね、どこもやってるからっていうことです。うん、はい。あ、わかりました。ただ、僕たちはそういうのが嫌で、参政党はそういうこともちゃんとできるんだろうと思ってたけど、あ、でもそんなに、まあ、そんな変わらなかったねっていう決断をしただけの話です。わかりました。そういうことです。はい。はい、以上です。佐伯さんまでいきますか。はい、お願いします。はい、今、和也さんはですね、まあ、自分が支部長をやってみてかなり、まあ、不満があったわけですよね。じゃあ今、支部長やってて、いろんなところでやってると思いますけど、270ぐらいあるんですかね、支部がね。別に不満なく、不満があるかどうかはわかりませんけれども、まあ、何らかルールの中でやるのは当たり前なんで、まあ、その線引きですよね、自分の置きたい、あの、ルールの、どこまでやりたいかとかって。ただ僕は支部長は結構な権限があるとは聞いてます、話では。はい。で、じゃあ今不満なくって言ったら語弊があるんです。でも、ちゃんと活動されてる、踏ん張って活動されてる方と、和也さんは何が違うんですかね。そこ聞きたいです。何が違うと思いますか。不満がなくって言ったらあれやけど、続けられてる人と。はい。うん。まあ、その、今だから知らないから続けられるっていう方が大多数結構いてはると思うんですよね。でも、それはそれで仕方ないと思うんですよね。はい。はっきり言ってそれは仕方ないと思います。んで、僕の不満っていうのは、やっぱり自分、言ってることとやってることが違ってくるからね、支部長になってくると。まあ、そこが耐えられないっていうのがありますよね。はい。言ってること、みんな参加してって言いながら参加できないっていうのが多々あったりするわけですよ。自主的に動く人を、やっぱりこう、追い出さないといけない立場になりますので、支部長っていうのは。いろんな提案が上がってきても、そういったことを、あ、いいなと思っても、上に上げることすらできないっていうのが支部長なわけですよね。それよりもなんで下をこう監視できないのみたいな、それが仕事になるっていう、そういう組織であるっていうことが支部長の仕事です。今残れてる人はね、正直。だからそういうのを、まあだから経験しないとわからないっていうのがあるので、まあそれは向いてる方もおられる。僕の後釜の方も向いてる方が入ってるので、そういうのも、ちゃんと僕は伝えても、僕は参政党に残りますって言ってる方もおられるので、別にその子を僕は否定する気もないし、僕の生き方とは違う。僕は言ってることとやってることが一致しないと嫌だっていう性格なので申し訳ないけど、別に神谷さんが言うように出ていってって言われて、はい、出ていきますっていうだけの話ですから。はい。だからそこは、はい、まあ別に、そのない生き方の違いがあるので、それは仕方ないと思うんですよね。同じ目標でもの、いや、右から登りたい人と、僕よく使うんで、左から登りたい人、南から登りたい人、北から登りたい人、それは自由なので、これは民主主義の国なので、うんうん、はい。それ、許してほしいなというだけです、僕たちは。以上です。ちょっと時間もありますので、次の議題に行かせていただきます。支持者群は誰から行きますか？あれ？もう最初にそちらの質問全部終えていただいた方が分かりやすいかなと思うんですけども。あ、本当。じゃあ、はい、全部をこっちが投げるみたいですね。一旦、はい、最初に。はい、そういう感じ。交互がいいんじゃないですか。一個ずつこう、交互で。いや、もう時間的にもあるから、全部こっち終わらせましょうか。うん、お願いします、はい。はい。じゃあ、吉田さん、お願いします。すみません。じゃあ、そうですね。どれがいいのかな。ちょっと、具体的な話になるかもしれないですけど、今の党の状態、まあ、党員が、まあ、ね、8000人かどうかは別として減ってるのは事実で、支持率も若干下がり気味、今、街頭演説もなかなか人が集まらないというこの状況で、今、賛成党支持されているというか、まあ、応援されている方々、次の衆院選ですね。まあ、おそらく今年あるであろう衆院選で、どういう勝ち筋を考えているのかっていうのをお伺いしたいなと。よろしくお願いいたします。はい、さんちょっとじゃあ木村さんなんかあるの？大丈夫？はい、勝ち筋ですか？まあそれは別に、支持者が減っているって根拠がまだ一つ見えてこないんですね。で、何ですか？宇都民先生が8000人だとか言いふらしてるんですか？でも、ちょっと前の、年末の収支報告、あれ、党員4万5000近くあるっていうことを記載されてましたからね。まあ、それで今どれだけ残ってるかわかりませんけれども、僕はそこまでめちゃめちゃ減ってるとは思っていないですね。
なので別に、本部の選挙対策委員チームがやってくれるんじゃないですか、うまく。うん、党員の地道な活動もすごく盛んなので、はい。うん、別に何もそんなの気にする必要ないと思いますけどね。うまくやってくれると。はい。なんかちょっとざっくりしすぎてないですか。はい。じゃあ、伊助さんお願いします。すみません。木村さんを先に言っていただいて。はい。ぜひ、唯一の党員ですからね。はい。もちろん支持率が下がってるって言っても、多分ネット、媒体を見てる人が下がってると思うんですけど、これはもう仕方がないかもしれないですけど、でも、こう、電話 の調査では上がってるっていう数字もあるわけですよ。っていうのはなぜかっていうと、やっぱりこう街頭での演説とか活動がやっぱり賛成とすごいわけですよね。全国津々浦々、270支部で毎日何らかの活動されている方がいらっしゃるわけなんですよ。で、140人の、地方議員も活動してますので、その地方議員ではかなりのその成果を上げているところもありますので、相当その地道な活動、もうネットじゃなくてリアルな活動が、やっぱ相当進んでるんじゃないかなと思われるので、もちろん、ネットでは厳しい部分はあるかもしれないけど、党員の頑張りはすごいんで、そういうのを見ていただく有権者の方に届く気持ちが届くっていうのはあるのかなと思います。で、他の、まあ、僕も活動してて思うんですけど、他の党の方で、日々街頭で活動してるところってほとんどないんです。僕、合わないんですよね、やってても。これはもう僕だけの意見じゃなくて、みんなそういうふうな意見を持ってるので、そこまで頑張ってると、多分他にないんじゃないかなっていう。まあ、それは、まあ、ちょっと時間かかるかもしれないけど、いつかは届くんじゃないかな、というふうには思ってます。以上です。はい。伊助さん、お願いします。はい。まあ、補足という形かなと思うんですけど、僕もですね、衆議院選挙は、まあ、最大限に努力して、それで、まあ、少しでも議席が取れればという活動をされるんで、それに関して大きな心配点というか、意見を持ってるっていうことではないんですけど、ちょっと視点を変えてというわけではないんですが、まあ、木村さんの補足かなと思うんですけど、今一生懸命活動されている方が、まあ、次の衆議院選挙で、まあ、たとえその、まあ、結果が出せなかったとしても、まあ、僕自身はそのなんというか、今度の衆議院選挙で結果が出せなければダメだ、おしまいだっていう感じが全くなくて、まあ、むしろまだ選挙は衆議院選挙で終わったわけではないので、まあ、次の地方選挙、まあ、続々と続いていく地方選挙と、そしてまた次の参院選挙と、まだまだ選挙は続いていくっていう、まあ、長い目で考えて、まあ、行くということが、まあ、むしろ重要かな。それが、まあ、そもそもその参政党の活動自体が継続していくということが大事だというふうに考えればですね、まあ、次の衆議院選挙で、まあ、選挙って水物っていうかですね、やっぱり安倍総理が殺害されるようなことがあるわけですから、現実起きてるわけですから、何が起きるかわからないので、衆議院選挙の結果であまり判断しすぎるのは良くないのかなと、むしろ活動内容とその継続を考えるべきではないかなというのが僕の考え方になりますので、衆議院選挙に関しては最善の努力を尽くすという方向性を持つことで十分かなというふうに考えていますね、僕は。はい、前提として木村さんもネット調査では支持率下がっているのかもしれないけど、電話調査では上がっているという結果もあるということだったり、うまくやってくれるんじゃないのっていう蔡さんの言葉もあったりだったんですけど、そこの前提はちょっとちゃんとしておきたいなと思って、党員数は減ってないよと、減ってるっていうのはただのネット上の噂でしょっていうのが支持者側の見解ですか。まあ、もちろん、まあ、騒動が起こった後に減ってることは減ってるとは思うんですけど、減ってるのはもう前提なんですね。そうですね。でもね、僕の感覚、うん、まあ、これ大阪しか僕わかんないんですけど、うん、そこまで減ってるなっていうことは感じないんですよ。まあ、これはまあ、なんていうか、活動されている方限定で、まあ、普段活動に出てこられない方はたくさんいらっしゃると思うんで、
その方がどうなってるかは僕分からないですけども、うん、はい、でも活動に頑張って出られてる方とか、まあ、私堺、大阪堺なんですけど、そこまで減っ、なんか8000人まで減ったみたいな、8000人って言ったらもうね、10分の1ってことじゃないですか。10万人じゃない。なんでそんな数字を出すんでしょうね。まあ、それはまあ、でも、もうそれはもう絶対にデマだと思います。10万っていうのも本当ですかみたいな噂も出てたりはしますよね。まあまあもちろんね、10万人がどうか分かんないですけど、でもそれ近くは行ってるとは思うんで、なるほど、ここら辺は。の位置になってるとは全く考えられない。まあ、だから大阪 の、 党員がね、もう見る範囲でもうほとんどゼロに近づいてるっていうような感じじゃないですか。で、その力絶対ないです。なるほど。一つ私気になるのは、木村さん党員レベルでは今何人党員がいる、自分の支部でとかっていうのは把握していないということですよね。で、支部長経験者の和也さんがいますので、支部長レベルでは党員数ってちゃんと把握するようになってるんですか？まあ、支部長でも県連支部長になったらもうお方8割知ってるんじゃないですかね。支部長クラスで、うん、まあ、もうその木村さんね、そのいい加減にその水増しの数字を言い続けるのはやめてください。10万人っていうのは、ツイッターとかインターネットの支持者の数が10万人ですかね、最高で。それをちょっともう、嘘の数字を言うのはもういい加減やめた方がいいと思うんですよ。はっきり言って、最高でね、大体6万人から8万人ぐらいまでだと思ってます。支部長クラスはそのぐらいぼやっとした数字ぐらいしかちょっと握れないんですけど、だから今現在、うん、6万人出資してたらいいんじゃないのっていうイメージだと思います。はい。それが、事実なので、その水増しして党員が10万人いてたみたいな、そういうのを この場でね、今更言ってるのはちょっと恥ずかしいので、これカットした方が木村さんいいと思います。これ、編集できるんやったら。それ嘘の情報をやっぱり流すと、この番組自体がちょっと疑われるので、今更ですけど、まあまあ、支援者10万人は正しいと思うんですね。正確に言うと、まあ、党員数は最大6万人台だったと思います。そうだと思います。サポーター、メルマガ会員全部入れて最大で10万人ぐらいになったと、うんうん。はい。支部長クラスやってる人は大体そこまで把握してるので、それを嘘つくような、演説を、まあ、上の人たちがやってるのは耐えられへんでしょ、普通ね。はい。でそれ木村さん、党員で、そういうことをもう考えないで、いまだにそんなことを言い続けるのはちょっと問題だと思いますよ。それで騙されて入ってくる人がいるかもしれない。今言ってるのは、その10万人っていうの、うん、支持者です。投票した、行動に出た人が10万人ということだから、はい、そこは間違えないように。それは数字だから、嘘つけないですよ。じゃあなんか8000人っていう話もあるじゃないですか。それはどう思いますか？それも同じですよね。8000人っていうのは5万人から8000人って全く違うし、むしろ木村さんは多く見積もってる方だから、その議論をごまかしてるっていう話じゃないから、まあ、いやまあでも10万人のサポーターっていうか、有権者数が10万人超えたすごいねって僕たちも思ってたけど、その当時から僕なんでそんな嘘つくんやろう、水増しするんやろうって最初からずっと思ってました、入った当時から。ね、うん、はい。だからそういうことを真面目な人間ほど早くやめたくなるよねっていう。申し訳ないけど、どうでもいいんやったらいい人はもう残ったらいいんじゃないですか。うん、そんな通知どうでもいいんやったら、ね。8000人は特に国境もないので、国境もないんで、だから大体、大体6万人ぐらいだろうなって、そこからまた減ってると4万人とかなってる可能性もあるんで、そこからあとは僕も知らないんで、言うべきじゃないと思います。はい、一言だけ、はい、はい、どうぞ。ちょっとこの場ではですね、今の党員数5万人、6万人っていう認識で良さそうですか？上野さん、どうですか、うん、この党員数は5万人、6万人っていうことで、ちょっと前提で進めてもいいですかね？もちろんです。もう私はここで、ヒントし始めたのが私は嬉しくてですね。もう当面で正確に出てるのは4万何千人でしたよね。ああ、そうなんですね。うん、これでいいんじゃないですか、うん、今の認識としては。ああ、わかりました。うん、はい。まあ、ただその8000、僕聞こえてますか、僕の声は。聞こえてますよ。ああ、8000人っていうところも僕らもその全然信じてないですよ、うん。そこまで減ってないよねっていう、そのどっから出た数字なんだろうっていうところだと思いますね。だからまあそのトップの数字もようわかんないし、
その減りましたっていうその減り方、今減ってどのくらいになってるかも実際わからないし、ただ増えてるか減ってるかやったらまあ減ってる方やろねっていうその漠然としたものだと思います。うん、はい。あとその、うん、ちょっと質問です。はい。和也さんと木村さんは大阪っていうエリアで一緒ですけど、その一緒に活動されてたとかそういう時期があるんですか？大阪、大阪はどのくらい分かれてるんですか？部署、あの市選挙の時は一緒に活動してました。で、その後、支部分割があって、で、僕は17支部で、はい、和也さんは第4支部だったので、何個あるんですか、支部が。19支部に分かれてます。宮崎3つなんですよ。1、2、3で、2がないんですね。いない、人がいない。で1がまあ一番その宮崎市とかのその県庁所在地のところへんで、まあそこの方でも多分活動されてるな、多分だいぶ少ないと思います。うん、あ、そうですね。それでさっきの話の質問の続きで、まあ、正直鹿児島に関しても活動量は去年よりも減ってます。去年は10月から毎月タウンミーティングやってましたけど、今アドバイザーも廃止されて、基本もう神谷さんしか来ないタウンミーティングは、だから年に 2回3回神谷さんが来てタウンミーティングするというような状況になってます。だから活動量としては間違いなく減っている。で、さっき伊助さんがおっしゃったように衆院選にこだわらず長い目で見ていくって話でしたけども、多分神谷さんは時間がないから今独裁体制を引いて強権で選挙を進めようとしてるんだと思うんですよね。だから長い目で見るんだったらやっぱりより多くの人を党員に集めて、まあそれこそ4レンジャー、5レンジャーに限らず、もっと多くの人を巻き込んで、地道にやっていけばいいと思うんですけど、やっぱり次の衆院選と参院選がかなりキーポイントだと神谷さん思ってると思うんですよ。だそこに向けて今強権を引いてやっているので、うん、まあついていけない人も出てきているという現状だと思うんですね。その辺はどう、さっきのお考えとちょっと違うところかなと思ったので、はい、そこはですね、僕はあの最初に神谷さんに審判があるという話でしましたけど、今のお話でいくと神谷さんは急いでるかもしれないですけど、僕自身は急いでないっていう考え方の方が近いです。ですから、まあ、神谷さん含め、まあ、神谷さん参政党が目指すものは衆議院選でなんとか頑張ろうと思って強権を引いてるっていうのはそれ正しいと思うんですね。で、僕は個人的な考え方としては、もちろん衆議院選挙で、たくさん議席が取れるのがいいんですけど、まあ、しかし今の現状、つまり、まあ、これは我々が主張しているその、まあ、いわゆる武田軍によるすごい暴走が起きた状態で現実問題衆議院選戦えるかというと戦えないんじゃないかなという気持ちはまあまあ持ってるんですよ。だからこそのこの独裁が強まったっていう話になってるわけだし、いろんな情報が飛び交ってるわけですよ。8000人とか言われてる状態なので、もちろん衆議院選挙で最大限もう人員を確保するっていうのができれば当然それがいいんですけど、でもできないかもしれないじゃないかという話になった時に、じゃあ衆議院選取れないとダメじゃないか、今の体制でダメじゃないか、こんな強権でダメじゃないかってなるのは早計じゃないかと思うので、であれば現体制が支持できるかできないかっていう意味でですね、できるという人たちで戦っていく、そしてそれを1年2年続けていくっていうのが大事だと思うんですよ。だからまあ正直ですね、今日あの皆さんのお考え聞くと、現神谷さん参政党を信じていけないんであればそれはやめればいいし、それで信じていけるんであればついていけばいいしっていう考え方自体はみんななんかそんなに、まあそうですねっていう話なんで、あ、じゃあ衆議院選どうですかって言われた時にそれはダメかもしれませんよっていう話だし、うん、でそれでじゃあダメだったらどうかってなると、まあ神谷さん辞めるか辞めないかっていうその身体の問題も当然出てくるとは思うんですけど、まあしかしそれも踏まえた上で僕はまあ神谷さんをまあ分かりやすく言うならあと2年信じるでもいいんじゃないかなって思ってます。それがまあ僕の考え方ですね、うん、はい、あ、はい、中村さんどうぞ。伊助さんありがとうございます。あと2年というのはその何のリミットですか？これは僕の適当な感覚です。まあでもあの選挙がまた2年後なんで、そうですね、それです。あ、参議院がね、
中目さんはそこを言って2年間は独裁で行くって言ってるんだと思います。うん、あ、そうなんですか。それはすいません。知りませんでした。はい。つまりは、この衆院選は議員が誕生しなくても、まあ、党としては問題ないと。一番大問題はなくないんですよ。問題はなくないんだけど。何としても議員を生まないといけない。参院、参政党として。じゃあ、目標数は、なんか設定あるんですか？ 5 です。5。最低5。最低5。衆院議員を5人出そうと。取れなくて、参議院議員選挙で、取れなかったらもう国政政党でなくなるってことですよね。で、まあ、神谷さんは6年間議員なので6年間は少なくとも、まあ、そうか。でも 2% の得票が取れないとちょっと分かんないですよね。なるほど。はい。で票が減るとか、ね、ちょっといいですか。うん、うん、どうぞ。6年間は国政政党です。でなんで5人を目指しているかっていうと、うん、NHK のテレビのその、うんうん、討論会に出れる要件が国政政党で5人 の、 その、国会議員を有していることが条件らしくて、でそれがないとそのテレビ自体とかマスコミ自体に出れないんですよね、うん、はい、だからテレビを見ないと一般的な人に伝わらないっていうところ、うん、はい、分かりました。じゃあまあ5人を行くか行かないかが成功か失敗かっていうボーダーになるってことですかね。うん、まあ、目指してるっていうところ。目指してる。はい、うん、じゃあ、カズヤさん、ちょっと。うん、カズヤさん。ちょっと、補足で、吉田さんね、今、何支部ありましたっけ、はい、日本に。130まで行ってないよね、まだ。いや、200。260まで行ってるじゃないですかね。260か。260。43 260だとしてかける150、まあまあまあ4、まあ僕が辞める前でね、まあ3万9000人ぐらいかな、だから4万人がいい感じじゃないですかね、年末。そっからまた減ってるので。っていう感じが正しい数字だっていうのは、うちが150人って結構大阪でも1、2を争う党員数なんですよ、うちの支部が。で、200何でしたっけ、かけたらそんな感じっていうことなので、3万9000人ぐらいが妥当なんじゃないの。そこから下がってる、減ってるというのが正しい数字になってくるかと思う。それは それでも多めに見てっていうことですよ。うん、サイさんは質問になりますか。めちゃ短いです。めちゃ短い質問。はい。じゃあ、はい、最後質問お願いします。はい。はい、和也さんがなんかさっきから正確な数字とか言ってますけれども、じゃあそちらから出したその8000人って正しいんですかね。その有無を聞かせてください。いや、多分いや、こちらからというか、このメンバーからは出してないので。8000人は出してないっていうのが、さっき。誰も知らない。じゃあ、その世間で言われたら10万人と8000人っていうイメージで、で今、想像、僕の想像できる数字を今言ったり。どうぞ、ね。想像ですね。8000人っていうのは、それはあれでしょ、内海さんが言った数字でしょ。そう。それに対してそちら側は何も言わないんで。でもこっちが、なんか数字を言ったら、うん、お前ら嘘つくなって言うじゃないですか。じゃその8000人に対して何も思わないのっていう。10万人に対しては根拠があるからですよ。8000人に対しては根拠がないんで、我々も関与しない。8000人もきっと間違ってると。あ、そういうことね。8000人は全く根拠ないっていうふうに認めてらっしゃるんですね。僕も、まあ、そうなんですね。僕らも、まあ、経験者なので、大体だから今正しい数字で。8000人は適当な数字でしたね。はい、わかりました。適当な数字だと。僕、内海さん死にませんからね。はい、そうですね。でもそれは、はい。では、突っ込みところが間違ってると思うんですけど、はい。はい。反支持者からの。8000人って誰が、どなたが言いましたっけ、最初。いや、なんかネットで出てる。なんでそれ質問に持ってくるんですか。それは。あ、いやいやいや、質問に入れてない。いやいや、僕ら出してないですよ。8000人は、その、ほら、結局、まあ、噂話みたいなものだから、うん、僕らはそれを週には、それをメインにはしてません。うん、してない。はい。わかりました。はい、でも木村さんの話で出たんじゃないですか、ね、木村さんが10万人もいけた頃があるっていうのは、いや、それは間違ってますよっていう指摘をしただけで、はい、10万人は間違ってるか、8000人もきっと間違ってると思いますよ、僕の経験上そこまで減ってないと思う。そう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 、わかりました。それは、そこ数字は正しく、お互い
打ち合わせし、うん、ちゃんとしましょう。振、うん、り合わせしましょう。ここは、ね、この場合、はい、だから、参政党が正直に発表してくれれば、こういう問題は起きないんですよ。それはそうですね。はい、そうなんですよ。皆さん、いや、誰も悪くないんですよ。うん、いや、参政党が正直に、本当に最初に10万人って言ってたのも、本当はね、本当は6万人ぐらいだったよね、とか。で、あの党規約を変えて、その党員登録を変えたときに、あの時3割減ってたんだよねって言ってくれりゃいいんですよ、正直に。だから、まあ、参政党の事務局本部の問題であるっていうのは、そういうことなんですよ。はい、で、一応、まあ、数字のことははっきりしないんで、まあ、ここでお互い、こう、仕切り直しといいますか。はい、お願いします。かしこまりました。まあ、はい、準備している5個の質問をしていたら、反支持者側で終わってしまうので、ちょうど今、1時間半の半分、45分が経過いたしましたので、早い。攻守交代いたします。はい。はい、では、支持者側から反支持者側への質問をお願いいたします。質問、どれからいこう。そうですね。では、神谷さんのその独裁のスタートっていうのは、いつから始まったっていう認識かを教えてください。独裁が始まった時期、ね。始まったの時期はどのくらいの認識なのかなっていう。はい。あ、いつから始まったの？認識でいいです。認識で。認識でいいですよ。うん。認識、あ、僕からでいいですか？はい、中村さんから。認識で言うと、やっぱり参議院選が終わった後ぐらいから、こう、じわ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 。で、まあ、そこら辺から、あれ、なんか変だな、変やなって思いながら、まあ、そこから、まあ、1年半ぐらいですかね、今、1年半、うん、1年半ぐらいかな。で、あ、やっぱりこうだったんだっていう、その、こう、不信感レベルがこうって上がってきて、もう今がもうリミットかなって、僕らはですね、辞めた僕らっていうのは、まあ、そういう感覚ですね。認識で言うと、もう参議院選が終わった頃から、まあ、こう始まってきてたっていう感じですかね。その準備に入ってたっていう感じが今しますね。やっぱり。この今のこのゴレンジャーが4人じゃないですね。3人抜けて、松田さんが解任になったっていう、この状態になって、あ、やっぱりその動きに向かってたんだなっていう方、認識になりますね。はい。はい、では、吉田さんお願いします。まあ、ほぼほぼ一緒で、自分はその参院選終わってから党員になったんですけど、初めから独裁だったと思いますよ。支部長会議とかもちょっと拝見したことありますけど、もう、有無を言わせるというか、意見を言えない会議にはもう最初からなってましたので、はい。その認識です。はい。じゃあ、和也さんお願いします。そうですね。僕結構人の見る目あるので、まあ、会社も経営してるし、最初からです。出会った時に僕、木村さんにも言ったと思うんだけど、ヒトラーだと思いましたもん。あ、この人はねって。だからブレーキ役として武田先生が加わってるから僕らも折れたっていうのが事実です。僕の中でね。そういう方で民主的な方も一応ブレーキ役が武田先生とか他の方たちが、他の4レンジャーの方たちがブレーキ役として民主的に変わっていくんであれば、まあ応援してもいいのかなというふうな感覚で、でも、いきなりもみんな、飛ばされたというか、追い出されたら、まあ、トランプさんも独裁で行くんだったら、ちょっとついていけませんっていうだけのことです。僕はまあ、結構最初から知ってましたけどね。だから、それは、きっとこの中で一番神谷さんと接してるし、会う回数も多かったと思うので、はい。だからといって神谷さんが悪いと思う。そういう生き方もあるし、そういう政治、政治ってやっぱり戦いなので、神谷さんは言われる通りね。やっぱりトップダウンで行った方がいい。組織もあるし、やっぱりでも民主的を目指してるという聞いて参加した人にはちょっとついていけないのは事実なので、これは認めてあげてほしいと思うね。だからといってなんか反逆者みたいな扱いするのはどうかなと、アンチとかなんかスパイ扱いするのはちょっと違うんじゃないのかな。意見の違う人も世の中には日本人にもいろんな人がいてるから、そういう人を追い出してやれやれって思うような組織はちょっとどうかなとちょっと僕は思いますよ、うん、はい。まあ、最初からということでしたけど、和也さんはじゃあ入党はいつですか？入党は一昨年の12月ですね、うん、今年の12月、ちょうど1年で辞めた感じですよね、はい、うん、これは疲れだと思いますか、感覚でということだったので、反論ではなく次の質問ですかね。どうぞ。そうそう、この質問に対して木村さんは何か確認だけですかね。いや、でもまあ、
僕も最初からだったと思ってます。うん、はい。まあ、神谷さんも言ってますもんね。だから、ちょっと思いがありますよ。そうですね。いや、僕、この質問も僕考えたんですよ。うんうんうん、上野さんと中村さんの対談を見ててね、うん、中村さんが、なんかどんどんと、こう、なんか独裁になっていったみたいなこと、さっきもおっしゃってましたけど、それは多分、独裁で、最初からそうだったので、で、多分そういうことを言う、離党される方もまあいらっしゃるんですけど、で最初からもう、一番最初の頃から独裁っていうか、権限をお金と人事は権限を持つって、事務局を持つって言ってたんで、はい。だからまあ、間違いないなと思います。あ、最初という、あ、いいですか、喋って。うん、どうぞ。あ、ありがとうございます、木村さん。その最初というのはどこら辺ってことですか。ごめんなさい、僕が知ったのは、2年前の、はい、まあ、2月、3月頃からなんで、あ、まあ、あの参議院選挙の前ですね、半年ぐらい前。はあはあ、でも、もっと前から言ってたんで。あ、それは個人的な思いでしょ、神谷さん。違う、実際に神谷さんの演説とかもだいぶ聞いて、僕はそういう認識は持ってました。いや、それは、いや、多分みんな、もう、多分演説を聞いた人は思ってないと思いますよ。いやいや、思ってない。いや、違う違う。それは、神谷さんの個人的な思いで、昔からそうやって言ってて、それは分かりますよ。神谷さんの個人の気質みたいなものは分かりますよ。ただ、参政党っていうのは、神谷さんが発起人で作ったかもしれませんけど、国民政党、みんなで作っていく政党ってやっぱり歌ってできたものなんですよ。わかりますか？参政党イコール神谷さんじゃないんですよ。参政党イコール国民政党、みんなの政党、それの代表があの人たちだであるってことです。いや、僕が言ってるのは。いや、そういう、だから、その、いやいや、あの、演説で、演説で、まあ、その、ほら、法的なこと言えばですよ、契約書には書いてあるとか、昔から言ってあるって今言われてますけど、演説とか、その訴えてる言葉、訴えてきた言葉、うん、それだけを聞いて、あ、この党は独裁でいくんだな、共産党みたいに独裁でいくんだな、これはいいぞって思って入った人はいないと思いますよ。はい、では、はい、ちょっといいですか。ああ、どうぞどうぞ。DIY は、はあ、ね、その自分たちできるっていうのは、その何もかもが、自分たちで作れるっていうわけではないっていうのも、神さんずっと言ってるんで。いや、そう、まあ、それいいですか。いやいやいや、そんなの分かってますよ。はい。その DIY っていうのがね、その僕ら素人で生きてるから、そのある程度の漠然としたイメージはありますよ。こういうことな、こういうこと、こういうことをやっていけばいいかなとか。で、その方向に向けるための政治的手法だったりとか、そのやり方っていうのは本部が出してくれればいいんですよね。僕らはこういうふうにしたいと。で、それをするにはこういう方法がありますよと。まあ、例えば LGBT の反対でも、こんだけの署名を集めたらこういう反対方法がありますよとか、まあ、今回のなんとか条項でもやけど、で、神谷さんが国会議員が一人しかいないんですよ。そしたら、その日本の国民の人にいろんな周知を重ねていって、国民で盛り上がっていって、世論を変えていくっていう運動にしかできないんですよ、僕らがやれることっていうのは。だから、それを独裁で、その神谷さんが独裁で、もっともっと今よりカリスマ性があって、その日本国民を引きつけられるんであれば、それはできるでしょうけど、できると思うんですよ。でも演説で、僕は独裁でやるんで、皆さん集まってくださいって言ってないですよ。すみません、一言だけ。はい、じゃあ、どうぞどうぞ。石助さん行って、和也さんも手を挙げます。あ、じゃあ、簡単にだけ、まあ、反論という形です。ちょっとお話です、はい、まずですね、僕はあの独裁という言葉は本当に言葉が一人歩きしてると思ってて、でもちょっと自分のメモをちょっと読みますけど、独裁っていうすごい幅が広いんですよ。だからもう単純に独裁って言ったらヒトラーとか、あの何々民主主義人民共和国みたいな、ああいうもう完全に人として外れた独裁もあれば、神谷さんが主張している周知独裁というのもあるんですね。で、その周知独裁という言葉を僕は調べたら、意見を集約して最終的にはトップが判断するっていう考え方が周知独裁というのがあるんですよ、中村さん。うんうん、はい、あ、僕に言ってんですか。あ、そうです。いやいやいや、ちょっと伊助さん、ありがとうございます。はいはい、僕はね、独裁が悪いと思ってないんですよ。それはですね、
国際という言葉が悪いと思ってるっていう感じですか。いやいや、思ってないです、思ってないです。何が悪いんですか。いやいや、最初からそれでやるって言ってないってことです。アナウンスされてないってことです。あ、じゃあその周知の仕方が悪いということですか。いや、もちろんそうですよ。訴え方がおかしいってことですよ。僕はですね、その規約が変わったっていうのをおっしゃってたと思うんですよ、中村さん。はい。その規約が変わったときにいろいろ変わったかどうかまでははっきりは分からないですけど、僕はあの今日ちょっと規約を見てみたんですよ。どんなこと書いてるのかって今日初めて見てみてですね。で、書いてる内容はごく当たり前のことしか書いてないんですよ。なのでこの規約でやっていて、その今までのやっていた発信と全然違うっていうことにはならないなって感じたんですよね。ああ、じゃあいいやいいや、伊助さん法律詳しいんでしょ、はい、そうですよ。じゃあその演説で言ってるけど契約書にはなかったことを口で言ったときにどっちが重視されるんですか、はい、これはですね、これも一応用意してはいるんですけど、はあ、おー素晴らしい。あのですね、民法の契約の中に委任契約と請負契約っていう考え方があるんですよ、はあ、違いが分かる方いますか。請負と委任の違いが分かる方います。いやいや、分かんないです。説明してください。はい、請負契約っていうのは完了して初めて成立する契約です。で、委任契約っていうのは任務を遂行して成立する考え方なんですよ。で、なんでそんな違いがあるかっていうとですね、例えば委任契約っていうのは医療行為とか弁護士のその相手を弁護したりする行為とかで勝ち負けがわからないんですよ。成否がわからない契約を委任契約で行います。で、例えば設計図をもとに家を作ったりとか物を作ったりとかっていうのは、これ完了して初めて成り立つ契約なんですよ。だから完了して成り立つ契約と完了するかどうかわからない契約っていうのは別物に考えるんですね。この演説とか党の規約とか公約っていうのは、これやりますよって言って絶対できるかどうかわからないじゃないですか。だからそういうやつは委任契約の部類に入るので、それが達成できないからダメだっていうわけにはいかないんですよ。法的にはね。そうです。だから弁護士が戦いました、負けましたって言ったときに、あなた負けたからうちは報酬払いませんよって言えると思いますか。あ、いやいや、それはまあ、うん、ほら最初にそういう話があってでしょうね。つまり、伊助さんの平たく言うと、中村さんの質問に答えるとすると、規約の方が正しいと、そのスピーチで言ったのはできるかできないか分かんないから、そっちよりも規約が重きを置かれるってことですよね。イメージ的にはそうですね、はい、だからそれが達成できなかったからダメじゃないかっていうのは言いにくいことなんですよ、うん、いや、そのくらい分かりますよ、はい、だけど、じゃあ最後、その方向に向いてるか向いてないかっていうことです、はい、僕らが言ってるのは。それはですね、やっぱり捉え方次第だと思いますよ。いやいや、そうなんですよ。だからやっぱり引っかかったなってなるわけです。いや、いいと思います。その支持者側としては規約に書いてるんだからと、こういうところでも言った方がやっぱり重きを置くべきじゃないのという中村さんの意見だと思うんですよね、うん、で、はい、和也さん、最後ちょっとこの話題については、はい、今、まあ、するとあれですね、契約書を読まなかった、あの間違って入っちゃった人が悪いという結果でいい感じですね。僕はそう思ってますね。そうですね、うん、はい、まあ、僕も、まあ、それでいいと思います。まあ、ちょっと僕も中村さんちょっと止めようと思ってそれでいいと思います。もう、いや、 やっぱり最終的には契約のアメリカ的な考え方、なんか大調和って言いながらそういうことなんだなっていう感じで、うん、ちょっと愛がないなとは感じてたんですけども、まあそういう党です。はい。なるほど。いや、そうそう。読まなかった党員が悪い。僕たちが悪い。そうなんですよ。そうなんですよ。OK。そうそう。で、きっとね、まあ、神谷さんも結構言ってるけど、まあ、僕らどっちかというとこう、武田先生が僕なんか好きで入ってきてて、武田先生は民意的に作ったんです、一緒に頑張りましょうって、武田さんが嘘をついてた感じですね、きっとね、今残ってる方たちは。だからもう武田さんが嘘つきだから追い出したみたいなイメージで捉えられてるんだろうなとは思います。あんだけの集中するんだから、そうそう、だから、逆に言ったら僕らが武田先生を訴えなあかん感じで騙された。だから武田さん一生懸命頑張って僕たちのために戦ってはるんだろうなと、申し訳ないなと思ってるんですよ。
基本的にね。わかりました。では、吉田さんは質問ですか？それとも。あ、いや、すみません。補足。補足で。補足。じゃあ、そこまで行って次の質問いきますか、ね。ですね。すみません、はい。党規約は参院選後に変わっているので、その前に神谷さんは演説で、党員の皆さんが私たちが間違ったことやったら変えられるんですよ。体制も変えられるんですよって言ってました。で、その当時の党規約はそうでした、事実。それが参院選後に、党員の意思ではボードメンバーだとか代表とかは変えられないっていうものに変わった。これはまあ事実だと思いますので、そこの違いを認識してもらえればと思います。以上です。はい。じゃあ、まあ規約が変わったと、まあ、いうところも言われているところだと思います。一個でも。伊助さん、伊助さん、伊助さん。はい。伊助さん、その、詳しいんですよね。詳しいですよ。うん。ほいで、その今、吉田さんが言われたように、以前はそうであったけれども、党規約が変わったののアナウンスがなくて、党、その、党の手続きを、に入ったっていうのは、どうなりますか？これもですね、やっぱり読まん、まあ、読まんかったのが悪いというのは分かるんですけど。いや、もうその通りです。うん、これですね。いやいや、一言だけ、一言言います。これは、あなたはこれに同意しますか、いい、はい、いいえを問うてる規約なんですよ。わかります。だから、はいって書いたら、それ分かって書いたのって言われておしまいですよ。ただそれだけのことです。あ、わかります。あの、はい、ね、電話でも何でもそうじゃないですか。そうですよ。うん、同意するって先頭使えんわけだからね。そうです。だから、それがもう、はい、そういうことです。それが全てです。うん、わかりました。基本的にはだから、うん、そう、消費契約法と同じ。そうなんですよ。はい、では、2個目、質問いきましょう。あ、すみません、今のあの質問も、もう一つにかぶってきたので、うん、ちょっと補足、僕もしたいんですけれども、神谷さん、一応ですね、6月6日、参議院選挙中、あ、選挙前で、選挙前、参議院の選挙前で、2022年の6月なんですけれども、演説で一応、あの、人事権と予算編成権は自分が取り持つゲートキーパーになるっていう演説はされてるんですね。一応ね、6月6日の時点で参議院前に。で、その後に参議院選挙終わった後に茂木さんと CGS でその話をしてます。あの、過去に乗っ取りされそうになったことがあるから、自分が事務局長っていうものになって、予算と人事権を守るっていう形をもう、これ決定当初から一応、その、まあ、どこで話してたかわかんないけども、話していたっていうことにはなってたみたいですけどね。一応明言はしてるけど、それはみんなに聞こえるようにはその部分するの？みんなに聞こえるように？何、選挙の演説で、私が予算編成権と人事権を持つんだなんて言うの？それも違和感あるし、どうなんですかねっていう感じですね。その演説で、なんか何でもそんなこと話すみたいな。僕が独裁だとか、それはまず言わないでしょって。え、今言ってる、今言ってるじゃないですか。そのまま。え、今、え、ああ、まあ、それ今は、まあ、今言ってるけどね。今はね、状況変わりましたからね。いや、あの、状況が大きく変わったんで、あの、はい、クーデターがもう起きたっていうふうにこちらは思ってるんで、で、そう、質問いきます。はい、あの、こちらはクーデターがあったと思ってるんですけれども、そちらは、あの、全員どう思われてるか聞きたいですね。そう、あったのかなかったのか。クーデターの合意が。今起こっていることはクーデターなのかどうなのか、はい、中村さんからどうぞ。あ、僕から。はい。その、伊助さんと証言さんと木村さんは、その、まあ、ほら、真珠湾攻撃とかあるじゃないですか。うん。ああいうのってどういう認識なんでしょうかね。参政党的認識なんですかね。参政党の歴史的認識みたいな。日本が引っ掛けられて。すいません、中村さん。中村さん、すみません。流れが悪くなるので、まず自分の意見を聞かれたことを先答えないと、そこで止まっちゃうでしょ中村さん、すみません。同じ仲間だから、俺は質問を答えてあげてくれ。今、中村さんたちが意見したり、まあ。あ、いやいや、だからそれがつながるんですよ。なるほど。はい、真珠湾に対しての考え方ですか、はい、はい。まあまあ、一人だけ聞きます、はい、まあ、世の、はい。なんか世の中そういうふうに動いてるじゃないですか。うん、っていうのが、まあ、スタンダードで、その、伊助さんやな、証言さんやな、木村さんがどう考えてるかな。はい。あ、木村さんが。軽くでいいです、軽くで。はい、じゃあ、木村さんだけ。はい。で、真珠湾攻撃でも、まあ、あの、宣戦布告したかどうかって話ですか？まあ、どういう流れでっていうとこですかね。え、どういう流れで、あの、真珠湾攻撃って、まあ、騙し討ちみたいなことってよく言われるじゃないですか。じゃあ、どっちが引っ掛けてどっちが。日本がね、アメリカのハワイを宣戦布告なしに叩いたと。
って言われるから、はあはあ、まあ今でもその日本はそのずる賢いとか、はあ、アメリカにも嫌われてするんですけども、はあはあはい、僕はそんなことなくて、はあ、あの春ノート出したこと時点でもうすでにしあのなんていうか宣戦布告されてると思ってるので、ああ、はい、もうこれはいつでも戦争しても大丈夫なんじゃないかなと思ってます。しかも、じゃあ中村さん手続きの違いだけの話であって、ああ、はい、まあ、アメリカの見せ方が悪かったっていうところです、まあ、OK です、はい、ありがとうございます。それを経て、はい、という感じです。僕が見てる僕の見立てはやられたらやり返して、いや違う、じゃなくて仕掛け、仕掛けたように見せられて仕掛けるように仕向けられてるっていう形ですね。結局まあその A が、うん、A と B があって A が仕掛けたように表向き見せられるけれども、うん、A が仕掛けるように B が後ろで動かしてたっていう形です。あ、なるほど、はい、で僕の認識はね、うん、はい、自分たちがアンチと思われるように仕向けられてるというお考えと、そうですね。はい、そうですね。はい、吉田さん。はい、以上です。神谷さんを、今の、まあ、事務局長、まあ、もともと事務局長から下ろそうとしたのは事実だと思います。それはその4レンジャー全員が同じ思いを持ってたんだろうと思ってますし、神谷さんからしたらそれはクーデターだし、4レンジャーからしたら参政党を本来の形に取り戻すための活動だったという認識と考えてます。はい、和也さん。あ、そうですね。その辺は吉田さんと違いますね。僕はないと思いますよ。僕結構皆さんとあの近かったので、基本的には、その、乗っ取る必要性が本当にあるのって言ったらないし、今ほら、よく武田君で言われてる方がおられますけど、いや、武田先生が入ってなかったら、今回、賛成となかったと思うんですよね。僕らも入ってないし、はっきり大阪でも最初、僕入った頃には、半分ぐらいが武田先生のファンの方が入ってきてたのが現実だから、うん、事実なので、これは。支部長やっててそう感じましたもん。ほとんど武田先生のファンの方ですか、大阪なんか。まあ、大阪のテレビもよく出てはったしね。うん、でその現状で、なんで国政政党に武田先生がして、で、乗っ取る人はあるの。最初から武田先生自分でやるでしょ、そんな、頭の切れる方であれば、みたいな。もう意味がわからないんですよ。だからその、今の4レンジャーが乗っ取ろうなんて考えてないし、ちょっと人が良すぎてすぐ、まあ吉野さん会社も、病院も乗っ取られるぐらいからお花畑でちょっと行けてないところは、まあまあ、しゃあないが、今回も同じ感じで、まあ、追い出されたんだねっていう感じですよね。まあ、世間が意外とまあ、そういうイメージ僕は捉えてますけどね。その、基本はもう、まあ、邪魔になったから追い出したんだろうなっていう感じですね。はい。これは、なんか、三者三様ですね。すみません、ちょっと補足。はい、自分も別に、その、神谷さんを降ろそうとしただけで、乗っ取ろうと思ってたわけではないです、うん、4レンジャーは。だから、4レンジャーは、本来の民主的な、自分たちが目指していた政党にしたい。そのためには、やっぱり神谷さんがネックだという考えを持ってたんだと思ってるっていうだけで、乗っ取ろうとか、うん、予算権をね、牛耳ろうとか、そういった思いではなかったと思ってます。まあ、若干三者三様なんですけど、まあ、一言で無理やりまとめようとすると、クーデターかという質問には、クーデターというわけじゃないっていうことですかね。まあ、僕は、まあ、ごめんなさい。じゃあ一言でまとめると、クーデターのように見せかけられて排除され、させられたっていう見方ですかね、僕は。はい。ああでは、反論があれば、それか次に行ってもどっちでもいいです。では、まあ、その、まあ、僕たちは、まあ、全員クーデターがあったとは思ってますけれどもね、正式にその、あちらが意図的に下ろそうとしたと思ってます。それはもちろん、武田さん本人もおっしゃってますけれども、まあ、予算編成権とか人事権のそのあたりを狙って暴動をよこせと言ったんでしょうね、と。はい、それはつまり、神谷下ろしであってね。じゃあ、その時に、うん、です。そこ、俺質問つながるんですよ。はい。そう。武田さんがね、その、G 党との連携について、うん、神谷さんとね、つなげたわけですよね。その連携の件で。うん、G 党の秘書と神谷さん合わせたりとかして。で、家に招いてますね。河村市長と。武田さんの家で会ってます。で、その辺
まあ、確かにあったわけですね、共同代表の話は。あったとは思、こちらは思ってるんですけども、その件に関してどう思ってるか聞きたいですね。うん、それ、神谷、共同代表賛成か反対かっていうところも聞いてみたいですね。はい。それも捏造なんですかねっていうところ。逆回しでいきましょう。カズヤさん、いきましょう。その G 党との連携という噂。はい。カズヤさん。その辺はね、みんな憶測なので、今言われたことも、結局は、どっちの意見が本当か分かんないとこなので、まあ、今回共同代表に日本保守党さんになってるっていうことは、向こうから何らかのそういった打診はあったでしょうね。ただ、それは武田先生の意図ではないと思いますよ。だから紹介はしたとは思うんですよ。で、それを飲めなかったからとか、じゃなくて、その政治、今回、熊取町でも別に相乗りしてるじゃないですか。都合に相乗りしてるんです。参政党が自民党を応援してるんです。自民党の議員さんを応援してるんですけど、まあそういうのも政治の世界で当たり前に あると思うんです。その相乗りしたり協力し合ったりっていうのは。それが政治だから、なぜ武田先生がそういった根回しをしたら、もう、反党行為になるのか。で、だってあれじゃないですか、原口さんと、いきなり神谷さんって独断で勝手に一緒に街頭演説したりやられてるじゃないですか。あれって周りの党員さんの意見も聞いたのって聞いてないと思うんです。で、自分は好き勝手やってるのに、他の候補者とか他の党員さんがやったら、うん、お前は出ていけ、俺とは違うっていう風になっちゃうから民主的じゃないね。って僕らは言ってるだけの話で、別に民主的じゃなかったらなかったでいいけど、それはそういうふうに見せるのはちょっとやっぱり勘違いして入って、また僕らみたいな嫌な思いする人が出たら嫌だから、その辺はやめたい方がいいよってアドバイスしてるだけですよ。別にアンチじゃないから僕らもね。はい、OK です。で、はい、はい、ちょっと短めに、うん、はい、長くなっちゃうね。はい。はい、吉田さん。まあ、G 党に限らずですけども、他の地方政党とかと連携を組むって話は前々からありました。これは神谷さんが選挙戦略として打ち出してました。で、その時も G 党の話も、ちらっと出ました。なので、まあ、その G 党に限らず、他の政党とも部分的に協力をするっていうことは、賛成とは考えていると思いますし、で、それをまあ紹介したのも武田先生なんでしょう。で、共同代表も向こうから打診があったんでしょう。まあ、その辺はちょっと憶測ですけどね。でも、それを飲まないからって言って、武田さんが、クーデターを起こしたってところには、すごく自分も疑問を持ちます。はい。はい、中村さん。はい、G 党の件は、だけどまあ、まあ、参政党が目指すものを実現しようと思ったら、やっぱりそのいろんな党と、やっぱりこう意見が似合ってるところと、こう、やっぱ協力して、まあ、大きくなるというか、それを実現する方向にやっぱり持っていかないといけないでしょうから、その、何でしたっけ、その、何でしたっけ、それが、G 党とするのは、うん、一緒にやるのがいいか悪いかっていうことでしたっけ、うん、中村さん的にはかな。そうです、あのですね、うん、あの選挙のその連携はいいですよって言ってるんですね、あの神谷さんは。共同代表は違うでしょっていうのが神谷さんの意見です。共同代表になさせて、でボードもなんかいろいろ他のなんかいろんな人入ってきちゃったら、それはもう完全に賛成と崩壊するという見方です。あ、賛成の側は、まあ、はい、それが、結局、まあ、僕らに権限がないんで、結局。だから、まあ、そら、そうなったら、ああ、まあ、いい人なんだろうな、っていう形に、党員さんはなるしかないんじゃないですか。うん、って思います。はい。うん、まあ、事実確認は多分できないと思うんですよ。その、うん、うん。さあ、どうしますか。あ、では、もう一つ次、もう一つ次。で、うん、そうです。まあ、ここに帰着するところなんですけど、あ、うん、もう二つあるのかな、厳密には。まあ、いいか。うん、最初に、じゃあ、行こうかな。目的地の、目的の着地点を知りたいですね。まあ、和也さんはもういいんですけれども、もう自分で立ち上げられてるっていうことなんで、で、中村さんと、吉田さんに、その賛成党が、どうなったらいいのって、そのトップの人が。そのトップのは質問変えます。神谷さんを下ろしたいですか、他の人にしたいですか、それとも、本部を神谷さんを反省させて、その
そういう状態に持っていきたいんですか、辞めさせたいんですか、反省させたいんですか、それお答えをお願いします。はい、吉田さん。あ、じゃあ自分から、自分が今参政党で活動できないなと思ってるのは、いや誠実な対応が本部としてできてないからっていうところなんですよ。だから法的にどうこうじゃなくて、もうここは今までの政党で伏せてごまかしてきたことを、いやうちらは誠実にやっていくんだってところ、それがなくなったと思ってるんです。で、独裁が悪いとは思ってないんですけど、少なくともボトムアップっていう意味でいくと、例えば県の支部、我々が活動している支部のリーダーは自分たちで選ぶとかですね。そしてそこの支部で、例えば鹿児島県でどういう政策を訴えて、議員たちとどう連携を取って自分、まあ政策を実現していくっていうのを少なくとも県の中で話し合いができる。そういう体制は取っていかないと参政党は伸びないんじゃないかなと思っています。今は結局支部長に与えられた役割は党員の声を抑えることなので、党員が声を上げることも、それを届けることもできないっていうのが現状なので、そこの仕組みが変わってくれれば、別に神谷さんがトップだろうが、誰がトップだろうが、関係ないかなと思ってます。じゃあ、中村さん。どうなってほしい。まあ、どうなってほしいっていうのは、やっぱり神谷さんがやっぱりトップで引っ張ってくれてるっていうのは、ものすごくやっぱり、その、いいと思うんですけど、そのやっぱりちょっとこう、ちょっと考え方変えて、今活動してる党員さんたちも、本当になんか気持ちがまっすぐになるように、まあさっきの党員さんの数の話もありましたけど、その本当のことが言える。やっぱり、その一緒に皆さんでやりましょうって、国民政党なんですよって言えないから誘えないとか、なんかそういう状態が変わったら、もっともっと広がるんじゃないかなって、参議院選の参政党フィーバーよりもどんどん広がっていくんじゃないかなって僕は考えてたんですけど、まあだから、まあもったいないなって思いますね。僕はその、何ですか、その国会議員が5人とか、そんなちっちゃい話じゃなくて、もっともっともっと、その50人、100人出して、本当にやっぱり、与党になって、やっぱり、だって憲法改正とか言ってても、その5人じゃ無理でしょ。うん、だからすごい大きなことを言ってるのに、そんな体制もっともっと大きくなるためには、やっぱりその人を大事にして広がっていかないと、そもそもだからできないんじゃないかなって思ってるますね、うん。まあ、ぜひ政党立ち上げたってことですけど、和也さんもぜひ回答お願いします。いや、別にそのまま言ってくれた方が伸びないからいいんじゃないですかねっていうのが意見、正直な意見です。神谷さん、いや、それは独裁って言われたら誰も入らないから言わないんですよね。でも独裁でないと自分の利権が取られちゃうからね、神谷さんね。それだけの話だと思うので、別に、だってそれボールメンバーで、5人で決め、投資を決めるって民意じゃないので、それで追い出されるようなことをしなければ皆さん言うことを聞くわけでしょ。今の体制ってそういうことじゃないです。神谷さんのイエスマンだけが残ってるで、別にそれの体制がいいとするんであればそれでいいんじゃないですかねって。それで人が増えるんだったら、まあ増えるんでしょうねとしか言いようがないですね。普通は増えないと僕思うから辞めたっていうだけの話ですけどね。それだけなので、神谷さんとか、まあ、ただ、参政党、いまだにね、だからまあ、国政改革委員さんが、いや、みんなで参加してくださいって、いまだに言ってる方がおられるのよね、街頭で。それやめた方がいいよね、嘘つきになっちゃうのでとは思いますよね。ちゃんと、その辺は変えていかないと、また同じ間違いで入る方がおられるので、やっぱりだってほら、トップを選べないってちょっと致命的じゃないですか。民主政治ではないわけですよね。トップを選べないっていう、そもそも論がね。そこちょっと一回、参政党の方は、しっかり一回考えた方がいいですよ。一応民主国家に僕たちは生まれてきたんですよ。なんやかんや言っても、今回のワクワクちゃんの件でもね、一応、打たない自由与えられたじゃないですか。ここきっと皆さん参加して打ってないと思うんですけど、いや、ちょっと民主、それだから民主国家なんて、何や言っても。
でも、参政党の場合は、今のところは、やっぱり候補者さんも最終紙面談を通過しないとなれなかったりとか、そういうもうがんじがらめなわけですよね。だから神谷さんに嫌われたらもう折れないのが現実ですからね。それはちょっと直視していただかないと、それが現実なので、そこを無視して、それはいいとか悪いとか言ってんじゃなくて、そういうものなのですよって、世間と違うのは、どうなのか、違うすぎる。それで、あともう一つだけ意見言うと、なんで、DS と戦えるのは参政党だけなのかなっていうことをよく言われる方がおられるんやけど、いや、違うって。他にも戦ってる人たちはいてるんです。わかりました。ね、いろいろあると思いますよ。人それぞれね、戦い方がね、登り方が違うのも認めてあげてください。お願いします。わかりました。一応じゃあ、今、サイさんは参政党として、神谷さんが代表じゃないんだったら、どういった体制があり得るんですかという質問だったと思うんですね。まあ、それで3人の意見聞いて、和也さんの最後の意見で、まあ、一番近い答えかなと思ったのは、民主的に、その幹部、ボードメンバーだったり、その党首っていうのも選挙で民主的に決めるという形にした方がいいんじゃないかっていうことですよね。そういう体制に参政党を持っていった方がいいんじゃないかっていう意見かと思います。それを元に。あ、もう意見してない、意見してない。意見してない。じゃなくて、まあ、でもそういうことでしょ。そうでないと、これ以上広がらないですよね、うん、って、普通はね。まあ、そんなところに普通入らないから。入らないから。蔡さんが先ほど言ったように、じゃあ神谷さんじゃなくて、誰がいいんですかとかっていう質問の答えとしてぶつけないといけないので、うん、そしたら、じゃあ、いや、武田先生が良かったのにも一つの答えでしょうし、吉林が良かったのにも一つの答えだけど、そういう考えでは皆さんいらっしゃらなくて、一番3人の中を答えとしてまとめるならば、民主的に投票で決めていくべきじゃないかってことですよね。違う？はい、わかりました、わかりました。はい。まあ、その場合は、まあ、派閥バン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 できて、上がね、入れ替わりまくって、まあ、ぐちゃぐちゃになるかもしれませんけどね。じゃあ、その最後に質問1個いいですか？はい。はい。これにつなげたかったんでね。で、その、反、神谷派の側の人たちに、まあ、クーデターのやり方にしてもなんですけれども、あなたたちに非がないんですかね？全くないんですかね？非は。全部、神谷さん側が悪いんですかね？っていうところを聞きたいです。はい。あなたたちに非があるのかないのか。それを聞きたいです。まず、クーデターっていうのは、先ほどの質問で、クーデターをしてるという認識は確かなかったので。まあ、その、じゃあ、武田さんのそのボードの、ボードをよこせとか、そのやり方、やり方とかも全部見て、その武田軍側の、武田軍側に全く非がないんですかっていう質問ですね。ああ、うん。あなたたちには非がないんですかっていう質問です、全般的に。正源さん、その僕たち個人にっていう意味じゃないってこと、あ、どういうこと？あ、もうそれも込みでいいです。うん。あなた側は、なんかもう全部自分が正しいに聞こえちゃうんで、こっちは。あ、ねえねえ。すごく。すごく聞こえるんで。じゃあ僕そこ聞きたいなと思って。中村さんからどうぞ。僕から言って、最後、和也さんにドカンと言ってもらいましょうか。はい。うん。その、結局何がいい悪いとかじゃなくて、でその神谷さんが誘っ武田さんを誘ったり、赤尾さんを誘ったり、吉野さんを誘ったり、まあその松田さんとはそのもともとなんかそういうあれだったかもしれませんけど、まあその神奈川の藤村さんだったりとか、結局やっぱり神谷さんが誘ってるところがあるんですよね。ね、うん。だからその結局だからその自分が誘った人たちがそのまあ一応僕らはクーデターって、僕はクーデターがあったと思って考えてませんけど、そのクーデターがあったとして、まあその追い出すような形にしたことっていうのがやっぱり回り回って、まあ結局そのまあその表向きに言えばですよ、そういうことがあったから追い出しましたっていうので、まあ体裁ではそれでいいかもしれないけど、結局まあ今必要なくなったから切ったっていうことにやっぱりなっちゃってるから、何でしたっけ、あ、責任、責任はだからみんなまあ喧嘩、まあまあお互いでしょうね、お互い様だから、お、うん、僕はお互いだと思います。あの武田先生も武田先生で、その参議院選後にその集まって話したことなかったって言われてたけど、
それはやっぱり自分からもやっぱりアクションを起こしていいと思うんですよね。神谷さんそろそろ集まって話そうやって、吉野さん話そうや、赤尾さん話そうやっていうコミュニケーションとか、そういうアクションがあってよかったと思うんですよ。だからそれは僕はもう全然神谷さんだけが悪いなんて思ってないし、だからやっぱりちゃんとその5人でやったっていうそのあれがあるんやったら、やっぱりちゃんとお互いがコミュニケーション取って、そろそろ集まってまた5人でズーム会議でもして、当院さんにいろいろ伝えようやとか、やっぱそういうのがあってよかったと思うから、そういう結局意思の疎通がおろそかになってて、こうだん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 お互いが不信感になってあれが起きたんじゃないのかなって僕は感じてるんで、神谷さんだけが悪いとも思ってないし、表向きはただ僕はそういうふうに仕向け、まあさっきの木村さんと話した話とつながってくるんですけど、そういうふうに仕向けられたんじゃないのかなっていうのは僕はだから感じてるから、まあでそれは伊助さんが言われるように、そのまあ騙したやつも悪いけど騙されたやつも悪いみたいな、引っかかったやつも悪いよねっていう、まあそういう理論になるんじゃないですか。はい、以上です。はい、まあでも伊助さんが言ったのは騙された方が悪いでしょって言ったんですよ、さっき。あ、騙された方が悪い規約を読まないやつが悪い、勉強不足だということを申し上げたと思います。ああ、いやいや、それはもう分かっています。分かりました。はい、じゃあ吉田さんお願いします。まあ、だから是か非かっていうところの論拠をどこに置くかだと思いますけど、そこはだから法律なのか理念なのか規約なのか、それによって是か非かは変わってくると思うんですが、正直参政党の是か非かを決めるのは神谷さんなんですよ。なので、まあ、さっきもちらっと出ましたけど、神谷さんが気に入らないことは非なんですよね。それに対してまあ皆さんいろんな意見があると思います。特にね、武田先生とかもそうですけど、いやいやこういう思いでやってるんだとか、理念をはこうだからって言われても、まあいくら誰が何を言ったとしても是か非かを決めるのは神谷さんっていうのが今の参政党の現状なので、正直だからこっち側が何を言ったとて、神谷さんがいやそれはダメです、非ですって言ったら全てダメってなっちゃうのが現状なので、あんまり、そこを議論してもしょうがないのかなと思います。はい、では最後和也さんお願いします。もう一回していただけますか。聞いてたけどもう一回ちょっと確認、はい、あ、質問ですけれども、まあはい、もう武田軍側に非があるとしたらどこでしょうか、うん、あるのかないのか、非が、うん、そうですね、いや非があるとしたら中村さんがと言われた通り、いやもう規約を読まなかった方が悪いんでしょう、そこはもう非だと思います。それ以外は非ないと思いますけどね。基本的にはね。で、あと、まあだからまあ読まなかった。まあだからそれ説明責任あるはずなんですけどね。ちゃんとね、入るときに、ちゃんと説明責任、普通保険とかでもそうじゃないですか。読み上げてあげて、って、政治初めてのね、一般庶民に政治参加してくださいって言うんだったら、ちゃんと説明してあげないと。乗っ取られる可能性があるので、神谷が独裁しますよとか、丁寧な説明がなかったよねっていうことかもわかんないですね。あと、そうですね、その質問ちょっと、最初の方と若干ニュアンスが違ったんですけど、その、アンチ扱いされてるのがものすごく僕ら嫌ですね。だから僕関わりたくないっていうことを言ってるんですけど、もう参政党の方と関わりたくないって。いや別に僕アンチして、結構貢献したんですよね。皆さん知らへんかもわかんないけど、見てない、YouTube に映ってるところしか見てないから、そういうふうな叩かれ方を今でもされるんだけど、結構、参政党のためになることしか僕やってないですよ。終わり方も辞め方も綺麗に、引き継ぎもきちっとお金も全部して、でも未だに僕 YouTube やってるんやけど、引き剥がしにいろんな嫌がらせが賛成党員の方から来られたりするわけですよ。だからまあ、ですね、すいません、一言だけ挟ましてます、はい、和也さんのこと僕あんまり詳しくわからないんですけど、今日話した感じだと、ね、和也さんのことはアンチだと僕は全然思わないんですよ、今日の話から。そうだけど実際はそういう扱いされてるのが現実、最近あるので、うん、まあその辺はだからもう関わりたくないと、はい、僕別にアンチでもないし賛成党を今でも応援したい、ところが、はい、例のゴルフが好きな人とかは参政党攻撃してたりするんですよ。だから和也さんを攻撃する人も参政党の中にはいるけど、参政党を攻撃する人が外にいるのも事実です。これは理解してほしいところかなと思いました。まあ、はい、わかりました、はい、で、その件に関してなんですけど、もう
正直ぶっちゃけられないのは事実あるからはっきり言えないですけど、実際ね、今の幹部に内通者がいて NHK 党にね、そういった女問題とか流してる方がおられるわけですよ。で、僕たちが知らない、支部長クラスでも知らないことを、なんであいつらが知ってんねんって、それが後からポロ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 事実になってきてるのが事実なので、申し訳ないけど、追い出された人たちって、今現在追い出された人って結構真面目に一生懸命やったけど、僕と同じ意見で辞めていった人が多いんです。実際、本当にアンチがおるんやったら、まだいてますよとだけ人を最後言いたい。ああ、わかりました。本当のアンチとつながってるやつは、はい、未だにノクノクと事務局にいてるのが現実だからね。早く目覚めないと知りませんよ、僕も。それは言いたい。申し訳ないけど。はい。ありがとうございます。なぜかは言えないです。これはやっぱり一応支部長だったので、はい。事務局にスパイがいるんですね。工作員がいるんですね。はいはい。それがもうあなたは、それあなた確実だと思ってるんですね、それがね。それ事実だと思ってる。そうですね、思い込んでるんですね。はい、わかりました。思い込んでる。いてると思います。はい、いてると思います。はい、じゃないと、僕たちの知らない情報を、なんで NHK とか知ってるんですか、はい、後からそれが事実が分かってくるのがもうおかしいですよ。はい、ありがとうございます。はい、少しでもね、平行線が、ちょっとでもこう歩み寄れればなと思ったんですが、うん、まあ、若干予想よりも平行線だったなという感じが、うん、いたしております。意外と。が、ちょっと待ってください。時間になりましたので、一人ずつ、今言いたいことが多分あると思うんですよね。ですので、それ一人ずつ言って、もうそれで終わりにしたいと思います。その時に木村さん言ってくださいね。はい、そうですね、木村さんあんまり喋ってないような気がしますので、ね、そうですね、木村さんからいい、じゃあ木村さんからいきましょうか。僕は吉田さんですよね、吉田さんのなんかいろいろ情報発信とか見てて、はいはい、なんかすごくなんか行動が制限されてるとか、はい、なんかその、連絡取り合ってもいけないとか、うん、なんかその集団で話してもいけないみたいなことを、なんか強要されているみたいなことを動画で散見されるんですけど、うん、大阪とは全く違う感じで、あ、いや、そうですね、めちゃめちゃ自由だと思う。だからこうやって僕も YouTube やらせてもらってますけど、うんうんうん、普通にそんな何か制限されるとか情報発信してはいけないとか党員と連絡取ってはいけないなんて一切ないんですよ。はいはい。いや、その あまりにもね、それが違いすぎて、うん、同じ参政党を見てるとは思えなくて。それは自分も同じ環境です。いや、大阪のね。ちょっと待って。まず、質問も含めて、木村さんの今日の感想を言って、で、次、吉田さんに、今日の感想と、今の回答としてもらえますか。わかりました。そうですね。まあ、ちょっともう、いろいろ話させてもらったんですけど、ね、上野さんがおっしゃる通り、ちょっと平行線っていうか、ちょっと人数が多すぎて、やっぱ一人時間の持ち時間が少ないなっていうところあるかなと思いました。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、吉田さんにその回答も含めて、感想までお願いします。はい。はい、まあ、今の回答でいくと、大阪はかなり自由にやれてるっていうのをいろんな方から聞きます。まあ、鹿児島で参戦に出たのぼりくんも今、大阪で頑張ってるんで、本当になんでこんなに支部で違うんだろうっていうのを、思ってたんですよね。まあそういう意味で鹿児島のメンバーもやっぱりその鹿児島の体制がおかしいのかみたいな話もしてましたけど、まあ、やっぱり本部から言われたことをやってたんだなっていう結論に今至って、まあ辞めていく人が多いっていうのが現状ですね。まあ今鹿児島の現状としてはですね、ぜひ一回鹿児島に来て、部員の方と話をしていただければと思います。で、まあそういう意味で、自分も全然アンチではなくて、しかもまだ党員ですし一応。参政党の政策を勉強させてもらいながら、違う形でこれを鹿児島で実現しようと動いているわけなんですけども、そうやって自分が思ったこと、自分が感じたことを正直に発信して、僕はこういうスタンスでやっていきますっていうことを言うと、もうアンチなんですよ。それはアンチで、支部の中でもあいつとは話をするな、学カフェには出るな、そういったことが周知される。っていうのが、まあ今の、まあ鹿児島のね、現状なので、まあそこはちょっとさっき和也さんがおっしゃったように、いや別にアンチでもないのに、変なレッテルを、党の方から貼られてしまうと。
というところにはすごく疑問を持ちますが、まあでも目指すところは一緒なんですね。それをどうやってやっていくかっていうやり方の違いがあるだけだと思ってるんで、まあ引き続き政策に関していろいろと議論をしていければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、伊助さん、お願いします。はい、はい、僕はもう、この参政党界隈のことで、今一番間違ってるなと思うことがですね、やっぱ放送法の4条全然守られてないことが許せないんですよね。だから我々こう7人で集まって、これだけ知恵を持った7人が集まったのは、これは参政党のやり方にいい悪い全く関係なしに政治のことをしっかり考えてる人たちが集まって議論してる。でこれをしかも、まあ、参政党員の一生懸命頑張ってる人たちもたくさんいて、で私のチャンネルにも本当今まで政治に無関心だった人が本当にたくさんの あのメッセージくれるんで、参政党を介してものすごい政治が成熟しようとしていると思っています。でそれを全くメディアが報じないことは本当に国民をバカにしてると思うので、それを皆さんに何か伝えたかったので、それを言って終わりに。 あと上野さんすごく MC 良かったですよ。ありがとうございますということは私は喋らない方がいいってことですね。まあそうかもしれないですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。では中村さんお願いします。はい、はい、まあ残りもいいです。大丈夫、いや、まあなんか意外にホットな感じで、なんかちょっとこうそのなんかちょっと、はい、ちょっと意外にいい話ができたのかなって、そのお互いがですね、その納得っていうか、ただ僕はその参政党っていうその小さい枠の話じゃなくて、参政党が目指してるこの大きい枠 で今その小さい参政党でもうこうなんでこんなになっちゃったのかなって、やっぱりこれはもうこの今のこう元々の参政党の形を大きくしていって、日本がうんぬんかんぬんっていうところじゃないのかなって思ってるから、まあそこはちょっとこうやり方の違いでいろいろあって、今ちょっと僕はその今の体制にその問題定義っていうか、問題定義の意味で僕は離党してますけど、またなんかそういういい形になったら、またああだろう、ああこんなになったんやったら一緒やれるねって言って、またこう交わるかもしれませんから、まあそんな感じ、そんな時はまた一生懸命またやればいいかなっていう感じです。はい、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあサイさん。そうですね、まあ最後の質問で、あの武田軍側に非がないのかっていう質問したんですけれども、吉井の秘書 T がね、ルフメールを送ってね、それとんでもないゴシップの内容だったりね、まあ赤尾さんもいろいろ裏でね、ああ宮さんの文句を言い回してたっていうのも、これは僕事実だと思ってます。党員たちが本部に挙げてますんでね、こんなこと言ってたよって不安になって言ってますから。だからその辺の僕は、あの人たちも非が全然あるよと、やり方がね、やり方がちょっとひどくないですかっていうのもあるので、で、神谷さんだって、まあ独裁的なやり方もだし、まあ威圧的なところもあるからね。だから、その、もう私は非がないんですみたいなスタンスの人多いんですよ。なんか、武田君のその反神谷派の人たちって僕が見るとね、まあ、今日 あのメンバーはそうでもないのかもしれませんけれども、本当にもう自分には非がないっていう人が多すぎ、それがもう自分にも非があるって認めればお互い歩み寄れますか、そこを、考えてほしいですね。僕としてはお互い非があります。はい、はい、蔡さんも、あの蔡さんもと、あの証言さんも、あの党員さんになってちょっと活動お願いします。素晴らしい。あの支部は本当うまくいくとこうまくいかないとこあるんでね、それはもう仕方ないことですから。そこについてはもうね、吉田さんからメッセージが入ったんですよ。見ました、応援だけじゃなく一緒にやってくださいと神谷さんは言ってるのに、なぜ蔡さんと伊助さんは党員にならないんでしょうかっていうのは、私の動画のコメント欄でも聞いてくださいというのがあったので、お願いします。僕はそこはもう自分は外から応援したいと思っている、そういう信念を持っているからです。それだけです。外から応援したい信念ですか。はい、中じゃなくて外からです。はい、それで信念なんですね。僕信念ではないけど、僕は同じあの、外からこの広報でいいんじゃないと思ってるし、はい、役割だと思ってます。吉田さん納得できますか。いや、吉田さんと同じだと思う。それぞれ吉田さんと同じです。それぞれ役割どちらかというと、まあ、自分は中にいる側みたいな人じゃないんですけど、はい。あ、まあ、そこは、まあ、いろんな政党と、
そうでいく、そういうこと。やり方はいろいろでいいと思います。はい。では、最後、和也さんに感想と締めてもらいましょう。そうですね、最後のその、お二人のその、外から、いや、そら、入らないと真実は見えないので、入ってほしいですよね。入らないと見えないのに、外からもしね、僕たちの言ってることが正しかったらどうするんですか、その、応援して。間違って入って、不幸な人作る形になりませんかというのは一つだけお二人には忠告しておきます。わかりました。あと、ここちょっとカットでね、ここ、木村さん、収録終わってからしましょうか。はい。ということなので、カット割り。はい。カット割り。いや、それが現実なんですよ。政治って言えないことが多いんですよ。吉田さんだって。だから、これ、人がおかしいで、YouTuber3 人対元一生懸命現場でやった人間と話してて、土台がそもそも違うじゃないですか、上野さん。はい。ただ、お互い、今現実にちゃんとやってる支部長さんクラス連れてきたなんて話がお互いわかるんやけど、うん、いや、外からさ、うん、いいとこだけ見てる人たち連れてこられても、と僕は最終的にちょっと上野さんにちょっと苦情を。はい。受け付けます。それは支部長クラスを呼んでまいりますので。そうそうそう。それができるんやったら、それは、すごいことだと思います。だから YouTuber 同士集めてやるんだったら、お互い同じ土台でこういうの楽しいと思うんですね。で、やっぱり元支部長クラス集めて、今現職とこうやって参政党もお互い政治でお互いこう話してって、そういういいことも悪いことも知った人間でやる方がいいと思う。こんな、僕も言えないしね。それと別にどっちが悪いとも僕も思わないですよ。わかりました。武田軍とか、そんな関係ないか、日本人100人いたら100通りの考え方があっていいのに、なんで言ったらあかんのかっていうのがもう意味がわからないですね。それ民主主義じゃないから、意見言っていいじゃないですか、それ。いや、そうでしょ？で、聞くか聞かへんか、神谷さんが決めたらいいだけの話ですよ。まあ、もしそれ で言った時点で、首が飛んだりするのはちょっとおかしいよねっていうだけの話よ。僕らが言ってるのは。わかりました。はい。最後に。和也さんどこまでカットですか？和也さん全カットですか？いや、さっきのもうカット終わりっていうところで。そうそうそう。いや、いい話だった。個人名が出た、木村さんの話はちょっとカット。では、まあ、伊助さんと私と、サイさんと、党員じゃない YouTuber からちょっと言い訳をさせてもらいますと、やはりね、その当事者じゃないと言えないっていうのは、やっぱどうかなとも思います。っていうのは、例えば、ね、子育て政策について、子供あんたいないんでしょと、そういう人は言う資格ないよと、を言ったら基本的にはもう何も議論にならないと思うんですよ。だから、まあ、公党である以上、我々の税金が入っている以上、まあ、参政党に対して言うというのは、まあ、一定の権利はあるかなと、公益性があるかなと。ちょっとすみません、すみません、今ちょっと僕の言い方が伝わってない、別に言ったらあかんじゃなくて、いや、その、同じ経験をした人じゃないと、議論にならないですよねっていう。ことなんです。そこを言ってるだけで、意見は、だから、お互い応援する YouTuber さんと、シロー君呼んできてやるんだったら、話は合うと思う。同じ、表面だけ見て言ってるだけの話で、こう、がバチバチで楽しい収録になると思うんですけど、こっち、きっとこっちサイド実際言えないことがいっぱいあるわけですよ。で、言ったら、誰が困るって、賛成とか困ることだから、僕らはあえて言わないんだから。神谷さんって言ってるじゃないですか。言えないことがあるよって。それは大人の世界とかあるんだから。そこをちょっと、今の最後のコメント、締めがちょっと違うような、僕のニュアンスと違うような気がしたので、全然みんなで楽しくやっていただけたらいいんですけど。はい。次回は、じゃあ第2回は、支部長レベルを集めた会議をさせてもらえたらと思います。本日は遅くまで、はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。